米国のトランプ大統領の来日に備え、警備を担当する機動隊の部隊などが、今月1日に皇居前、広場で出陣式を行いました。警視庁は、5日から7日にかけて、1万数千人の警察官を動員し、メラニア夫人と長女のイバンカ大統領補佐官も来日されたので、女性の機動隊員たちによる女性警戒部隊を初めて編成しました。出陣式の際には、女性警戒部隊の訓練も公開されたのですが、その時の映像が、米 ABC などでも取り上げられ、大きな話題を呼んでいます。トランプ大統領、一家支持派と反対派で口論が起きてはいたのですが、警視庁の取り組み自体には、両派から感謝と称賛の声が相次いでいました。